ユニオンチャーチの寄港式でのブース・ユージーン・サミュエル・ブースはアメリカ・オランダ改革派協会が派遣した宣教師である。長崎や横浜で伝道活動をしたフェリス・セミナリーの二代目校長。息子は日本の北洋漁業の発展に尽くしたフランク・ブースである。1850年コネチカット州トラムブルで生まれた。ォート・エドワード・スクールを出てから ラトガース大学に入学する。1876年にラトガース大学卒業、ニューブラウンズウィック神学校を1879年に卒業する。その時、ニューブランズウィック教区から安種礼を受けて、1876年10月に妻エミリーと共に来日する。最初の2年間は、長崎でヘンリー・スタウトのスタウトの休暇中の大学として、教育と、 巻き会に従事する。瀬川朝、留川一郎らが九州電動をしていたので、スタウトの起任の日は九州電動に関わった。1881年に西部中会を組織し、ヘンリー・スタウトや青山正三郎らと神学校を設置するための委員会に加わっていたが、体調を崩して横浜に転居した。後に1887年に、 長崎に東山学院が創設される。横浜で休養していたブースにフェリスセミナリーの経営の話が持ちかけられたので、1881年12月にメアリーキダーの後を継いでフェリスセミナリーの2代目校長に就任した。就任後は学科課程や規則を制定した。ミッション本部の援助によりキャンパスの整備を行った。 1882年には大川賢子が卒業した。その後、大川は1899年まで教師を務めた。教師をしながら、1898年より1907年まで横浜ユニオンチャーチの牧師も兼務する。1899年に正式名称がフェリス英和女学校になる。1916年4月アメリカに帰国中にブース夫人が休止する。 日本に戻り、1918年2月11日に、神奈川県庁で日本政府より長年の女子教育の功績が認められて、指示法賞を受賞した。1922年ミッションを定年退職し帰国する。1929年には再び日本に訪れる。長老、改革協会来日選挙指示典新教出版社、2003年。 ありがとうございます。